んまり彼のことを考えない方がいいと思うんだよね。でこう あっちあどうぞって、そう足自由、気持ちも自由っていうね、いうそう気持ちも自由、じゃあやりましょう、自分の気持ちの方が大事なのね。で相手が 相手にこう相手をどうしようかとかって考えてると食らっちゃうの、食らっちゃうっていうな、もらっちゃうの。だから気にしないっていう、そういう気持ちで、あの自分の安定が一番大事。彼をやっつけて、よく話してんだけど、警視総監賞もらったってしょうがないの。変な音が来たら逃げて、さよならってこうにさよならしたいので、やっつけて賞状もらったらいいかもしれないけどさ、賞状もらう前に殺されちゃったら終わりなんだから。だから自分が自由に動いて、関係ねえよって、知らねえよって、そういうふうにその優先順位をあのなんていうのかな、やっつけることで、合気道だとみんなやっつけることを教えてんだよね。でこうどうやってこうやってこうやっつけるかってことを教えてるけど、じゃなくて一番大事なのは自分が安定してて自由に動けるって、そういう話だから。だからそう気にしないの、気にしないの、さよならで、そういう練習ね、そう気にしないの。でこれ前にいたらこうやって話そうと、話してよって言ったって話してくれないの。だから資格もらうのが大事なの。だからそのために転換やってんので、転換やって知らねえよって、あさよならねって、そういうふうにやりたいわけよ。こ正面でこうやってやって、こうやって取ろうとしたって、その前にもらっちゃって終わっちゃって死んじゃってって言ったら話にならないんだから。だから転換をして、あ転換を してね、で資格もらって、彼の資格で僕は自由で、待ってりゃ来るのよ。だから来ないうちにさよならって、そういう自由に、自分の自由が最優先。やっつけるのはその後、やっつけれる時にやっつけるの、やっつけれて 100% 来なきゃやっつけれるんだよ。これやっつけれるのね。戻ってきていいよ、戻ってきた時にこう見えてればこうやっつけれるじゃないね、そういう話で、また来たらこうほらこうやっつけれるのね。でその前にだから優先順位をなんていうのかな、競い合うことを教えてるけど、競い合うことじゃないってこと。あ競い合っちゃ終わりだ、競い合わないでさよならって、でさよならって資格からもらう。でそういう練習がちょっと欠けてるからね、ちょっと やりましょうかね。じゃあ終わってきたらさよならって、資格からさよなら、資格からさよなら、資格から、じゃあちょっとやってみましょう。ちょっと気に入らないんですよね。気に入らないってのは追っかけられちゃうの。こうやって掴みに行くよね。で変な人って、僕が回って変な人だとするとさ、相手見てんので、こういうとこ感覚、それから目感覚、それでやっつけること目的なんだから、こうやって掴んだらやっつけてやるよって思ってんの。そこのところいなくなるんでしょ。いなくなるんだけど、それ競争なの。だからボサッとしてたらやられちゃうの。ボサッとやる、これいいよ、あいいねそれね。こうやって来たらあやばいなってこうなるの。だけど次の瞬間やっつけられたって、そういうふうになっちゃうの。ここにいたんじゃ。だから合気道の場合は逃げると同じで、僕の線をこうやって来てもいいんだけど、この前に転換の練習はこういうふうに来たんだけど、ここいないで、いたらやられちゃうんだよね。でもいない、こ前に出てるとこういうふうにやられちゃうの。だからこの手をたくさん出して、この手をたくさん出して、おへそをこっち向けたい。向けることによっておへそがこっち来る。こっち来ると、来れば来るほど見えなくなるの、彼はね。こっち来れば来るほど見えるの、相手こっち入ろうとすると。わかるよね。ってことはこの手を出さなきゃいけないってこと。この手を引っ込めてきたら、ほら引っ込めてきたら、引っ込めて やられちゃうとか。だからこういうふうに来たんだけど、その時に
これをやりたい、まあこれはなしにしてね、これはなしにして転換してくるんだから、転換の練習だから、転換の時にこうに、その時にこの肘が曲がらないようにこう出したいの、こう出すことによっておへそをこっち向けたいの、そうすると見えないでしょ。だから転換の時にやる人いるよね、こうやってやってギュッてこっち出すのね、そういう人いるよね。でやっちゃ本当は良くないんだけど、まあそういう形やってんので、出すっていうのが大事ね。こう来たら縮まってたらね、彼は簡単に腰回せるわけ。でもこの手がこう出されちゃったら、ほら音となって僕が見えなくなっちゃう。そういう形ね、その時に四角に入ってるの、四角、それでさよならって、そういうふうにやりたいの。転換やって、もう一回転換やりますけど、転換やった時にこうやってこの手が縮めて、縮まる状態だと足変えられてやれちゃう。それからなるべく出して、その時にね、こう力で出してんじゃないの、自分が入ることによって出すの、入ることによってこの手を出すの、入ることによって、わかる？こっからこうやってこう引っ張ってんじゃないの、入ることによって出してるの、そうすると見えなくなってるの、それでさよならできるのと、僕は安全で、あの転換の時はいつも自分の安定を求めてろって言ってるんだけど、傾いてないのね、こう傾いてないの、そしてさよならしてるので、後ろで僕は自由で彼は不自由、そういうふうにしたいわけ。それでさよならっていうふうにやりたいのね。でもう一回やって、こうやってここにいるのは これね、縮める位置はやられちゃうんだから、こう来たら、来たら向こうにこういうふうに出して、でこういうふうにへそを向こうに向けることが目的、それと自分が安定してるのが目的で、あんまり前にいない、ちょっと足かけられちゃうから、足かけられないように後ろに、うわ、まあ、後ろこうあんまり前にこういうふうにだね、出してるのはいいけど、こうやったら足取られちゃうんだよね。だから彼の膝、このかかとよりもちょっと後ろぐらい、そして安定してるっていう形ね、それを求めてほしいのね。転換ってすごく難しくて面白くなくて、どうしようもなくて、いつも初めにやってんだけど、転換に全てがあるから、転換、合気道っていうのはもう転換できなかったら話にならないの。ここじゃできないんだ、ここじゃやられちゃってんだから、もう転換して資格もらって、ほら彼は夫と状態、そして僕は安定してる、それから技だからね。だから合気道の全てそこにあるの、転換にあるの。だって転換入り身って入り身転換っつってんだけどこう夫と状態、それと僕は安定、彼は不安定、で見えないできたらね、で見えないから、で こういう手とかこういう視覚とか、そういうところで相手を察知してんだから、こう振り返ってきた時はさよならでもいいの、そういうふうにやってほしいのね。じゃあもう一回転換やって、見えないのがもう相手から見えない位置ね、面白くないんだけど、まあ、あの形を教えてんじゃないんだから、形じゃないからね、あの相手と対峙した時に自分はどういうふうにしたいんですかっていうことを教えてるわけ、あの言ってるわけだから、やられちゃったら話にならないの、これ。いや形はすごく綺麗にできたけど、やられちゃったら終わりなの。だからやられないようにしたいの、やられないのが最優先で、安定して自分がまっすぐのが最優先、それと自由に逃げれるっていうのは最優先ね、優先順位にはたくさんあるんだけど何しろそれでやっつけれたら一番いいんだけどね。まあそういう話で、入り身転換っていうの、合気道は入り身転換ですよ。入り身ってのはこういうふうに入ってきた時、入り身で入ってるの、入り身だとをね、こう入っ、はい、ま、ほっとけば回ってくんだよ。でもこの瞬間は入り身なの、だからさよならできるでしょ、うん、こういうふうにもう入って入り身で入ったの、はい。
ほらね、入り身、そして足下げてきただけ、足何しろ彼の死角に入ってるの、入り身で、入り身で、ほんでこう回ってきたのを押さえてるの、押さえてる、押さえてる、押さえてるね、ただそれだけ。ほんで転換っていうのは、転換ってのはこうやってるか、足転換したの。転換っていうのは体の変更って言ってるんだけど、体の変更こういうね、転換で、あんまり前の方に行かない、足さらわれちゃうから、彼との競争なんだからね、武道なんだから、やっぱりほら彼の腰回してこれない位置で入ってて、僕は安定してて、でそういうことを、学びとしてやってるわけ で転換と入り身と両半のね、転換はこういう形、転換何しろ転換はなるべく彼の手を出さないと、おへそがこういうふうに やりたいわけ、なるべく出して、これだったらやられちゃうの、ああやられちゃう、やられちゃうから、なるべく興奮したいの、そのために手を出してるってことね。入り身も同じ、入り身もこういうふうに近づいたら入ってきた、やられちゃうんだよね、こうやって縮めてね、だからこの手を出したいの、ほら、そして後ろに入りたいの、その時にほら必ず反撃が来るんだけど、来る時はほら落としてれば、何もしないでも自分の安定さえ考えてるけば、こう来て、こう来るね、来たら落として、そうすると入り身投げになるの、こういうね、入り身投げってこういう形ね。じゃあ入り身もうちょっとやってみようか、入り身もちょっとね、こう、そしてさよならするのね、さよなら。じゃあちょっと入り身で、入り身と転換と両方あるから、あの入り身転換の入り身の方ね、じゃあちょっと入り身のこういうふうに、入り身、こう入り身ね、こうやって横こう来たの、こうやってな倒して、ボカってこうやるのね。何しろ入り身で入れば、入り身で入ればこちらが来るか、こちら来るか、そう、下の時にこういうふうに合わせて、でこういうふうに出てね、入り身に来れば、入り身に来ればこっちか、こっちでしょ、でこっち来たらこういうふうに入ってるから、こう来て、ほら四角、四角、四角、僕は四角にいるの、四角、四角で、彼が見えないところ、彼が見えるところで、ちょっと目回っちゃったちょっとこうね、四角にいるの、四角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 、ほらほら、こっち回ってくるから、ほら四角にいるの、いつも四角にいるの、見えないところにいるの、そしてボカって、ボカって、いや、だって足が自由なの、優先順位は自分がまっすぐなの、傾いて投げにしといてない、こうやって投げてない、まっすぐで、ここだとちょっとやばい、こうすぐ回ってくるから、こう見えてるね、彼も見えてる、僕の彼の目から僕は離れてない、だから本当はここまで入りたい、そうすればほら全然見えないね、彼こっち振り見てみ、こっちこれ、ね、こっちも見えない、こっち来たら、こっち来たらここもらえるのね、こっち来たらもらえる、それでそのまま落とした、そして四角から上げてきた、そして落としたって、そういう形、うん、それが入り身投げなのね。だから入り身投げであんまりこうやってこういうところでやらないこと、こうやって崩れないから、彼の力を、反撃の力、どっちか、ああこっちね、反撃の力をもらって、四角から、四角からね、四角から入って、で自分が安定してる、そういうふうに落ち着いてゆっくりでもいいから、だから やる人は例えばいいや、何でもいい、こうやって入ってきたよね、こうやって入ってきたよね、そしたらこういうふうにほら、もっとで、なんていうのかな、あの見えたらやっていいからね、サービスゲームじゃないんだから、あのこうやってやって、あいいよ、入って、入って、入って、こうやって、こうやって見えてきたら、見えてきたら、おお、できちゃう、やられないように受け、鳥の人はね、鳥の人はずっと僕の重心をもらって、それで安定して、そう、見えない位置、それで崩れたところをパッて、そうそうそう、そういうふうにやってほしいのよ、それじゃないと稽古にならないからね、ゆっくりでもいいから、で、もし見えたら、もし彼がね、もし見えたらやっつけちゃっていいの、やっつけちゃって、そういうふうに やってほしいのよ、
見えてますよと教えてるってこと。お前見えてるよって。あの昔は合気道の稽古って言うとさ、お前そこにいるからやられちゃうんだよって言われたのね、よくね。そうして蹴られたりしたんだけどさ、前正面立っててやられたの。だから正面外さなきゃいけない。こうやって外して見えないよ、見えない位置、見えない位置に行って、それからなんかやる。それからなんか、ああ見えない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 うちにやっちゃう、やっつけちゃうっていう、そういうふうにやってたの。だからあの嫌なやつだなと思ってる方がいい人なのね、そういう話ですから。まあじゃあちょっと入り身投げやりましょう。どうぞ。例えばさ、こうやって来て回すことよりも、これは落とした方がいいなと思ったら落としてんの、落としてんの。だから回った方がいいなと思ったら回ってんの、回った方がいいなと思ったら回ってんの、こうやって回ってんの。でそれはその相手の状況によって、僕が目で見てるから分かるんだよね。でこう来て落とした方がいいなと思ったら落としてんの。でへその前に落として、でここにいたらやられちゃうの。だからこういうふうにほら、手が届かない、手が届かないよって、それで資格もらってんの。資格もらって上がってきたらこういうふうにほらもらってるって形で自分が安定してんの。それが優先順位だからね。投げることじゃないの、相手を投げる、こうやって投げていくことじゃなくて、自分が安定してるってことが優先順位。彼が勝手に倒れた、彼が勝手に倒れたっていうふうにやった方がいいのね。なるべく力抜いて、で資格もらってこう出ていく。こうぶん投げたって相手のこと投げないっていう、そういう話ね。そういうこう彼が勝手に、彼がこうね、顔よく来たで、こういうふうにほら彼が勝手に倒れてるね。僕はまっすぐ立ってるだけで、彼に合わせてるっていうか、彼が主導してるって感じね。僕がコントロールして彼のことをコントロールして なんかつけてるんじゃない。で僕は自分の体をコントロールして四角に入って来ないようにして、そして入って、あここに来たらやこう腰ますってやられちゃうな、だからやられる前にね、こういうふうに落としてんだよね、あちょっとこういうふうに落としてんだよね。そしたらこっち入んの、こっち。そうするとほらやられないから、それでまっすぐ起き上がってきた時にこうやってやって、それだけです。彼がやってんの。みんな技ってのもそうで、自分がコントロールして相手のことやっつけてるわけじゃないのね。でいろんな形があるので、今入り身投げっていうのをやったんだけど、入り身転換の入り身の方ね。でこう塩投げっていうのもいい形だから、塩投げは転換でもできる。転換ね、これも転換で、あちらへ行きたいんですかって、彼は待ってりゃ来るんだよね。で来る前に回っちゃったの、こうやって。だから来るの待ってないってこと。こうやって転換してりゃ、こうやって回っちゃったの。自分が安定してるところが大事。これ回そうと思うと、これを回す、回らないんだよ。転換してあちらどうぞ行った時に、自分がこういうふうに、こうやって転換したのね。で彼は伸ばされちゃうと、これ嫌だから、こうやって腰回してくるじゃん、こうやって、でそれに合わせてんの、こうやって、あちょうどいいや、ちょうどいいやって、彼がやってんの、彼が。で表はね、こういう感じ。そして裏は転換した、そしてまっすぐ、ちょっと待った、そういう形ね。それで自分が安定してる、決して投げようとしないの。投げようとしてないよね、あんまりね。こうやって投げようとしてなくて、自然とこういうふうに、自然と。じゃあちょっと塩投げでやってみましょうか。同じあのそういうことが練習ですか。今こういう簡単なね、一番基本的なこう片手持ちのっていうの、これ正面打ちでも同じ。こう来ても同じ。あの要はさ、要はこの手にこの例えばこの手にこう V
ぶつけないのよ、あの自由なのよ、ぶつけてないの、全然ぶつけてないよね彼ね、なんていうの、ぶつけて競い合いじゃないんだから、競い合ってやらないことを合わせてるの、そして自分が豊富だから全然ぶつけてないよ、ぶつけてないの ぶつけたらダメなの、失敗なの、失敗したと思った、意見が分かれてぶつかり合ったらダメなの、だからぶつけないの、こうやってぶつけないの、だからこうやって言ってんの、こうやって俺ぶつけてないの、ぶつけてないの、ぶつけてないの、そういうふうに、それが練習だからね、あので、今度は、じゃあ今度は今はこう持ったになりましたけど、こうやって打っても同じ、これ昔合わせるの、合わせるの稽古、合わせてこういうふうに出てくる形ね、そして横面だとこういうふうに入って、あ、縦面だな、こういう合わせる稽古、合わせてこう合わせる稽古、こういう稽古ね、で本当は合わせてこういうふうに入ってきて、こういうふうに合わせる稽古ね、合わせる、これに合わせるのが目的だから、これに合わせるの、これ合わせるのが稽古だから、稽古だ、ね、これが稽古だと思って合わせるのがね、それからこうで、あんまりここ重技やらない、あの彼が勝手に倒れた、そういうふうにやりたいで、こういうふうにやってんのも反発して、それからやらない、合わせるのが目的、合わせるね、合わせる、そして合わせる、そういう稽古目的ね、じゃあちょっとやりましょうかね、あの合わせやった方がいいのかな、こう普通はね、はい、こう上がってきて、これが大事なので、これ正面打ちなの、これ上がって、こうやって上がってきてね、でこう正面打ちなの、これ上がってきた時にこういうふうに合わせるので、正面打ちで本当は早ければこういうふうに入って、こうだよね、でこれが遅いからこういうふうに入ったの、こう最初はこういうふうに受けてんだけど、これやめてこういうふうに入ったの、そしてこういうふうに入ったの、こういうふうにね、あのなんていうの、これこうやってこうやってこうやって受ける練習じゃないの、だからあのなんていうのかな、こう上がってきた兆しに合わせるっていう、そういう話、それの稽古練習ね、で、じゃあいいや、じゃあこう来てこうに入ろうか、そうすると同じあのってことができるからね、正面で打っていくでしょ、正面でね、早ければこういうふうに入ってる、そして今はこういうふうに入ってたんだけど、このままこういうふうに入ってくれば後ろに入れる、そして上がってきた時にボカンね、こういうふうに上がってきた時にこう、はい、そしてこうか、ちょっと早くね、あのどっちでもできるってことを考えてほしいので、遅くなっちゃったら遅くなってうわ受けちゃったら、こうこっちでもできるよっていう、そういう話ね、どっちでもできるって、そういう稽古、じゃあ合わせって言いましたけど、これ稽古してないから最近ね、最近の人は稽古してないから、我々入った時はよくやらされたんですよ、こうやって上がってきたの、一緒にこうやって上がるね、こうやって上がってきたの、あいつも合ってんの、いつも合ってるからこうに入れるの、いつも合ってるからこういうふうに入れるの、こう見てるわけじゃないんだけど、ボサッと見てるんだけど、見てるとこういうふうに、ほらそれで合った時にこういうふうに入って、そして
後ろ入れば入り身投げね、こう入り身投げでしょ。それから表入れば、表入ればこうなんだけど、表入ってきた時にはこういうふうになるの。裏入れば入り身投げ、表入ればこういうふうに。それでその時にね、その時に入れるんだけど、さっきやったこうでもいいわけ。これでもいいわけ。できる、どっちもできる。このこう入ってきた時に、なんていうのかな、合わせさえできてればこれでもできるよね。向こうに投げてできるね。それから合わせさえできてればこう入ることもできる。合わせが問題だから、合わせによっていろいろ、後ろに入ったり右に入ったりするのは合わせ。そういう話ね。で、じゃあ一挙やってみましょうか。この表に入ったら一挙で、こっち合わせないでこっち入ってもいい、こっち落としてきてもいい。もうね、合わせてこう入ってくるのが基本一挙の形で、後ろに入ったら入り身投げの形。なんていうのかな、問題は合わせだから、合わせを個別に稽古してないんだけど、そういうことを学んでほしいので、合わせだから、こういろいろで形ができるっていう、そういう話ね。合わせの稽古だと思ってちょっとやると、いろいろねやってみましょう。みんなちょっと強いのね。で、自分はやばいってこういうふうにやってるつもりでいるの。やばいってこういうふうに、やばいんだよね、これやばいんだよね。だからもらってんだよね。これ強いとここにやっちゃうの。でも弱いんだもん。やばいってこういうのは、その時に、やばいって、それでまあ合わせっていうのあるのね。で、合わせれれば弱くても強くできるっていうのは、弱いままでもいいの。だから強くなる必要はないの。合わせれれば。だから合わせの、ね、稽古ね。合わせの稽古。こう合わせの稽古。合わせの稽古。やってんだよね。やってたんだよね。こう、まあ何でも同じ。こう、まあ本当は剣術とかやると一番いいのかもしれないけどね。まあこう合わせてるの。こう合わせてるから、ほら、やばいから、こう自分を守らなきゃいけないっていう。で、彼の方が強いんだと思ってるから、こうやってはやばいの、こうやってはやばいの。それでぬるぬるいこうって後ろ入っちゃって、足が自由とかさ、そういうことでやってんじゃない。だ。MMA でこうやってやってるわけじゃないの。だから弱い、やばい、やらないでねって言ってるんだけど、ちょろちょろっと逃げて何もしないんだけど、逃げ回っちゃったり、そういう形やってるんだね。じゃあこれやりましょう。これもだから強いってこう出してんじゃないの。やばいってこういうふうにやりたいの。それこうやるときはさ、手は近いよね。こうやってたら強いのね。こうやったら近いんだけど強いんだよ。だからこうやって、ああやばいって、そういうこうやばいってこういうふうにやってんの。やばいってこういうふうに、そういう感じ。強いとこうバーってやられちゃうんだよ。強いとだからよ、やばいんだよ。やばいからこうつね、こう
であんまりここを動かさないで、この筋肉を使わないでね、この形を守れっつってんだよ、ジェイさんに言ってんだけど、この形守ったまま、こうね、形守った、この形、このこう出していったら筋肉だよ。だ筋肉じゃなくて形だけ、形、この形、この形のまんまこういうふうに出していくの。で、コツとしてはやばいっていうのと同じで近い方が楽。こう近い方が楽、体に近い、体側に近い、そして出てるだけ。これ決して手は出ていってないね、そういう形ね。それでこう、ね、こうやばいってこういう、やばいって言葉使っちゃいけないって同志に言われたんだけどお前なあ上田さん、なんでそんな汚い言葉使うんですかって、やばいって普通に使ってるよね。やばいってやばいって普通。そしたらやばいやばいやばいって言ったらさ、なんでそんな上田さん、なんでそんな汚い言葉使うんだって同志になっちゃった言われちゃったんだけど、まあ やばいんですよ。だからやばいからこうやってやられちゃうから、だからやばいから近くに置いてビール飲む、そしてそのままこの形のまんまこういうふうに出していくの。この形のまま、この形のまんま、こうね。じゃあやりましょう。